から、ちょっと友達に会いに行こうかなと思って、まあ、今日はあれなんです。本当はちょっとカメラを探しに行きたいけど、でもさっき調べたら、ちょっと今日はお休みなんで、あのオフィシアストがね。だから、まあ、あるだけ、まあ、売ってる店だけちょっと探してて、でまあ、なかったらまた別の日に行く予定なんで、でちょっと今ちょっと友達と合流するかな。いや、さっき友達から連絡がありまして、到着するみたいなんで、で今からそこに行きたいと思います。これいるかな。いや本当はあれなんかオフィシアストーリーに行きたいけど、ただちょっと土日休みみたいですね。いやすごい人混みだ。あ、何めんどくさいです。まあ仕事の関係。ああ、そうそう。これが、この前は入社したばかりだったから。うん。で、あの人と会ってて、で、そんなに、まだそんなに、こういうのはさ、出会ったことはない。追い出されたか。なんか買いたいものとかある？買いたいものとかある？買いたいもの。え、女子で？あ、じゃあそしたらさ、ちょっと今あれだから、ご飯食べるのはまた早すぎるわさ。あれだよあれ、ロト。ちょっと俺忘れた。いやそろそろあれだよな。来月よ。新しい。I want to get rid of it.しんどいわ。さあ、駅からもちょっと遠いから、バス乗る位置はどうあるかさ。ちょっとあれだな。市の久保の駅に行きたいと思います。韓国料理食べたいかなと思って。多分俺そんなに食べれないから。食べ放題ですか？いや食べ放題じゃない。適当に頼んだって。あ、またまた今度な。あれだからな、もう今日は、まあ、食べ放題だったら朝から、うん、そのまま食べなくて、で、そのまま食べ放題やったらいいけど。で、朝、さっき食べたから。いや、朝というか、昼ご飯食べたから、今食べ放題したら、もったいないから。そうそうそう。いや、俺、夏だったらさ、一番だけ、いいことがあるから。
これにあれだな、まだ明るいけど結構まだちょっと暑いからな。お茶？はい。ああ。で今日は多分焼肉。あちょっと待って。これが無料でもらえる。まあサイドディッシュみたいなもの。じゃ今日は焼肉なしだから。これは。前見たサイドから食べたいと思います。これサラダだ。そうそう、これキムチ。これキムチだ。お、結構大きいの。2つあるから。これめっちゃでかいな、キムチって。初めて見た。あれ、これ細いのキムチじゃねえわ。でも、一応多分、いっそうだから、うん、でもちょっと食感が少し普通のキムチと違う。なんか野菜の味が。で、次はこれ、うわ、なにこれ、めっちゃ苦い。でも、でも俺がめっちゃ好きだわ。うん、そうですよ。そうそうそう。甘い。甘いから。そうそう、めっちゃチーズが入ってるから。うん。うまい。おー、これがチャーハンだな。2年前のぐらい。サイズ。結構大きいね。おいしそう。じゃあこれが、まあどうやって食べるか。ちょっと半分に分けて、まあ、ピザ飯味見します。おいしい、めっちゃおいしい。ご飯めっちゃおいしい。これいろんな野菜が入ってて、これをさっきのサラダを、これ結構好きなんだよ、これ。美味しいでしょ。この前さ、あれなんだっけ、食べ歩きの時、うん、あれ日本食じゃない、食べたの。日本、ほとんど日本食の、日本料理。で今度はちょっと韓国料理の食べたいかな。そうそうそう、なんかここか新大久保か、あと一つの場所があってて、この前、あーなんだっけ、 YouTuber 見てるからさ。で、あの人が韓国料理いっぱいある。うん、そうそう、なんかあれじゃね、みたいなインドネシアでもあるさ、なんか中国の料理がいっぱい、うん、一つの場所で集めてて、そうそう、そんな感じ。あれだよな、さっき何だっけ、キムチジゲ。うわ、美味しそう。これはサイズが俺の顔は2枚。すごい。そうそうそう、いや、たまに作るから。
そうそう、2倍の大きさでね。ちょっと味見します。おお、おいしそう。おいしそうだ、これ。そうそうそう。おお。いただきます。これ、多分これ必勝だ。味がおいしい。ですが、カンガムで言ってるけど、ソースがそんなに強くない。いや、これがあれだ、多分ごま油。うん、おー、これ甘い。ソースかな。そうそう。いや、何のかわからないけど。まあ、美味しいは美味しいけど、でも味がそんなに強くない。うん、こっちと違って、あ、そうそうそう、だから、まあ、食べよう。お茶って何、お茶って先に乾杯しよう。まだ最初に乾杯忘れた。これだけじゃもうお腹いっぱいだよ。いや今回はここまでにしようかな。また機会があったらまたいっぱいおいしいもの食べよう。乾杯。